基礎自治体ののつででフランス海外領土の太平洋ニニューカレドニア北州にあある村である村ハート・オブ・ボーノーなで知られる、上から見ると巨大なハートの形に見える植物の航空写真で有名になった。撮影者であるカメラマンのヤン・アルティス・ベルトランは、自身が出版する本の表紙にこの写真を用いて、話題を広めることに貢献した。ボー村はまた、ニッケルを産出する。 コニアンボ鉱山から最寄りの大きな居住地であり、チャンダンと呼ばれる季節労働者のベトナム人交付が1800年代から1940年代まで住んでいた。1996年の人口統計によると、諸民族の構成は先住民族、カナックが67.4%、ヨーロッパ系、民族25.2%、ポリネシアン2.8%、 その他5.1%となっている。1865年、カナックの戦士たちは、近くで砦を建設する労働者を殺害し、砦り出が1869年に放棄されるといった衝突の後、1891年、フランス政権は、ボウムラをフランスからの自由な移民に適した場所であると、定め、カナック民が自発的に放棄したとされる川の右岸の土地を、 農業のために割り当て、道もない約950ヘクタールの土地を住宅と工作地、放牧に区分けした。1892年後半までには、ジョルジュ・ワイス、ジャン・フランソワ・ジョクトー、アレクサンドル・ポロとクロード・ルーソン、ジャンバティスト・ミランドンと全陸軍士官、パンクラス・メナールとマリン・ポンセを含む23人のヨーロッパ人が到着し、工作を始めた。入植地は、 後に川の砂岸に拡大。そして1894年にポール・フィレット知事が訪れ演説で入植の成功を強調した。現在ではより持続可能なコーヒー生産への転換が行われている。工業は雇用と住居の発展による地域への新たな富と一時的な労働人口の増加に関連した問題をもたらした。最も有名な人物は 1936年に、ベトナムの強制労働収容所に送られ、そして、後に、巨大なコニ仁ンボ鉱山の企業、SMSP の支配的利権を持つ幹部となった、アンドレ・ダンバンニャちゃんである。アンドレの父は1937年の鳩場の建設中に亡くなり、墓地内の墓地に埋葬されている。ありがとうございます。